では次に、ウルフゼンバグの紹介です。RTA で使われているウェポンブリッジというバグ技を使います。グレを投げて、100を装備します。そして当たったところで、はい、成功しました。これをすることで、PSG-1 が100に変わります。すると、ウルフゼンですが、このように、距離を詰めることができ、ウルフの近くまで行けます。バグあり RTA では、ウルフとは戦わないので、使われないですが、オールボス RTA では、重宝されるバグ技です。階段や床に、すでに血痕がありますね。ウルフがいました。ウルフも動揺して横歩きがおかしいです。あれ、どこに行った？バグったか？と思ったら1階にいました。この動きができるということは、もしかしたら、1階と2階を使って戦う仕様だったのかもしれないですね。ジャグを持っている扱いなので、丸ボタンで攻撃できます。攻撃してみましょう。ようやく当たりました。どんな攻撃も1扱いのようなので、5回殴れば倒せます。PSG1 のパンチも、一発は一発ですね。この状態で装備を外すとフリーズするので、倒すまでは装備し続けてください。ウェポンブリッジのやり方は、右枠に紹介しておきます。お疲れ様でした。